僕にとって人生は死ぬまでに監督やってみたいです。監督ですか？はい。最近特に感じます。監督やってみたいですね、やっぱり、はい、あんまり今まで思ったことないんですけど、でもやっぱこういろんな監督さんとサッカーやらせてもらっての下で、なんか監督、あとやっぱゴンさんともすごい話す機会があって、なんかゴンさんは監督やりたくないらしいんですけど、僕はなんか逆に話してると、いや監督やってみたいなっていう、まあ、死ぬまでに一回は J リーグの監督やってみたいですね。なんかきっかけとかあったわけじゃなく、うん、でもなんかそうですね、ここ本当ちょうど最近ですよ、はい、そういうふうに思ったのは、あ、自分が監督だったらこういう選手にモチベーションのかけ方するなとか、なんかそっちのなんか考えを持つようになったんですよね、はい、プレイヤー、もちろんプレイヤーもそうですけど、それを思ってて、あ、なんかやっぱ監督業も面白そうだなと思って、一回はそう J リーグの緊張感がある中の責任ある監督やってみたいなっていうふうに思いますけどね、死ぬまでには。死ぬまでにやりたいことを監督で、サッカーだと監督っていうことですけど、うん、まあ、逆にこうサッカーではなくプライベートでこういう自分になっていて、まあ、なんでこれもずっとさっきの話からのやっぱ延長ですけど、やっぱこうなんですかね、人にこうやっぱ必要とされる、うん、存在でずっとあり続けたいなっていうふうに思うんで、うん、やっぱそういう必要だと思ってもらえて、その中でこう自分が働いていて、またそれを返して喜んでもらえる、そういう存在でずっといれたらいいなと思いますし、そのままそれ続けたまま死ねるのが一番いいですね、うん、なんか自分のやっぱ理想はそういう時間を過ごしながらこう年取っていきたいなっていうふうに思うし、なんかこう、まあ、自分ができることなんてこう知れてますけど、まあ、小さいことでもそういうことをこうずっと積み重ねていきながら、その喜ぶのをこう見ていって行くのが、なんかこう自分のなんかこう今でもそうですけど、例えば若い選手がこう一生懸命頑張ってなんか結果を出していく、選手としてはもちろんこう悔しい部分もあるんですよ、見てて、あ、自分もああやってプレーできたらいいのになとか思うんですけど、その反面やっぱこうそういうのを見て嬉しいですよね、こう頑張ってる姿を見ると。やっぱそれもそう同じような感じで、サッカーじゃない人生の中でもそういうものをこう見ながら自分もこう過ごしていけたら一番いいですかね。ちなみに10年後って言うと尾崎選手は何歳になるの？46。10年後尾崎選手どうなってるでしょうか？監督？いや、監督は多分まだどうですかね。でもさっき話してて40まで選手やりたいって言ってるので、そのやめたとして6年後ですよね。一番現実的に考えると、やっぱこのクラブで選手じゃない仕事の部分で携わっていることが多分10年後は一番こう可能性として大きいですし、まあそれが今やってるようなその営業なのか、そのクラブに対してのまあいろいろ強化とか、そういうクラブ全体のこととか、そういうこともできる仕事をしているのか分かんないですけど、まあ、このクラブに関わることができれば一番はいいかなというふうに思ってますね。それってこう将来的な夢にもつながる？うん、もちろんそうですね、うん、なんで自分の10年後今ふと考えれば、まあ、クラブにも携わっている仕事をやっているのが多分一番現実的なのかなというふうに思ってますけどね。楽しみですか？はい、尾崎選手にとって人生とは何ですか？
よって人生はそのままの感じの通りに人のために生きることが僕は人生だと自分の人生だと思ってて、うん、なんですごくこういろんなサッカーだけじゃなくて、まあ、自分が今まで過ごしてきたところとか、まあ、これから過ごしていくにも多分それが一番僕にとって幸せで、うん、人のために生きて、うん、それをやってる時がやっぱ自分が一番幸せなので、今はそれがサッカーですけど、サッカーじゃない時間でも、まあ、こういう仕事の時もそうですね、一番幸せを感じるんで、僕にとって人生とは人のために生きることですかね。書いたんですよそれを、人生書いて、あでもそのいやまあ自分がこれからしようとしてることとか挑戦したいこととか全部考えて、まあ、サッカーもそうですけど、それを思った時にあでもそのまんまでもいいかなっていうふうに思ったんですね。字漢字見た時に人のために生きるって字書いて人生かみたいな。だからなんかこう偽善っぽいんですよ、人のために生きるってすごい。でもなんかだから僕いろんなこと、例えば復興支援のことだったりとか、まあ、今回のワンプロジェクトもじゃあ山田選手に誘われて、やっぱこれもやっぱそういう意図があるじゃないですか、きっかけが。じゃあ何のためにやるのって言ったら、自分たちのためじゃもちろんじゃなくて、やっぱそうやって例えばじゃあコロナの影響で苦労した人とか、やっぱそういう人たちのためにっていう風に。だから僕サッカーもじゃあなんで今やってるかって思ったら、やっぱり今日もそうですけど、こうお二人に会う前とか食事しに行って、食事しているところでファンのサポーターの方とか、こうすごい身近なおじちゃんおばちゃんがいたっすよね。僕その定食屋行ってるのもそこの人たちのところのお店行ってるんですけど、その人たちにサッカーの話してて、まあ、今こう勝ってなかったり、でもサッカーの話して、いや次の試合頑張ってねとか、そういうのが多分一番こう嬉しい時なんですよね、こう至福の時っていうか。でなおかつそれサッカーやって勝って、その人たちがまたこうスタジアムとか、あとはじゃあまたお店行った時に喜んでる、この間勝って嬉しかったみたいなこと言われるのが多分一番自分の人生の中でそういう思う時なんで、だからその人たちのために生きるっていうのがなんか必然とこうやっぱこう出てきちゃうっていうか、だからそれは多分さっきの人生のターニングポイントで言った父がそう亡くなった時からもうそういうのに変わったんだろうなっていうふうに、うん、思うんですよね自分の中で。だからそれはもうまあこう人生一度きりなんで自分の好きなようにっていうよくこうねいろんな方言いますけど、逆にやっぱ人生一度きりなんで自分のためじゃなくて人のために生きることもやっぱ必要かなっていうのは、やっぱそれはやっぱ恩師と出会ってもそうだし、それ今までサッカーしてきたあの仕事をしてきた中でもすごくそれは感じたんで、だから僕はそれをずっと大事にして生きていきたいっていうふうに思う。だからそれはやっぱこう人と違って、もちろん人は全然違っていいと思うし、僕はそれをこう自分の人生の中で大事、一番大事にして、まあ生きていけたら幸せだなっていうふうに思うんで、だからそれがちょっとこう浮かんだんですよね。うん、いやそう、それはすごいでかいです、そうですね。だから逆に言うとこう大きいクラブとか、ね、チームにいるとそういうのってこう感じられなくなったり、でもその中でも感じると思うんですけど、でもじゃあなんで僕らのクラブ選手を応援してくれるんだろうとか、そういうふうに考えた時にやっぱ逆にそう考えたら、やっぱ自分たちがそうやって必死にこうまずは人としてそういう立ち振る舞いとかもそうですけど、やっぱサッカーに対しても必死に頑張ってるから、やっぱそういう人が心こうやっぱ動いて、あ応援してくれてんだなっていうのはやっぱ接しててすごく感じるし、だからこう G リーグも地域密着って言いますけど、やっぱ地域密着って言葉にするのすごく簡単ですけど、やっぱこうそれを密着させるって本当大変なんですよね。やっぱそれって本当人と人が関わっていかない限りは無理で、それこそさっき言ったようにやっぱその人間力がどれだけあるかでやっぱ人は変わると思うんで、だ
だから僕はそういうのをやっぱ意識せざるを得ないような環境にこうここに来て来れたっていうのはやっぱすごく自分のサッカー人生の中でも大きいですし、まあ幼少の時からも含めてそういうことを大事にして来れた環境だったっていうのがやっぱ自分にとってすごくでかいですかね。だからそういうものをやっぱこれからも大切にして、サッカーと仕事と、まあ、自分の生活過ごしていきたいなっていうふうに思いますけどね。はい。こんな感じでいかがですか。いやいや、でもこれちょっと前に話してるそれっぽい話ね、ズームで話しちゃったんで。だからあれですよね。いやいや、だからでも本当それはありますね。よかったです。大丈夫でした。人生とは一番大事なとこ。いや、よかったっすわ。